卵がーとね、カラスが今、私の、うちのあ、あいつも、卵を持って、行きました。あー、さっきね、子供たちと話していたら、昨日外で遊んでたら、卵、取られてたよっていう話をされ、マジかーと思ってね、今、部屋から、カラスが卵を取りに行くところが見えたので、シャッターチャンスと思って来たんですけど、あれいないと思ったら、うん、やっぱり、上手に卵持ってってますね。いやー、あ、またあいつあんなところに、ザビエル。もうね、空が追っかけて追っかけて、てーか、いやー、ってことはさ、あ、ていうかここ開けっぱなしだもんね。いつもここ閉めてるんですけど、ちょっと、やっぱここに張ってないとダメだね。一個もない。ていうかかなり持ってかれてた、もしかして。やば。ちょっとペーター、なんで見張りしてくれなかったの、ちょっと。いやー、うまく持ってきますね。いや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 。あ、いる、あいつ。まあいいか。お前たちも子育てしたいのか。まあ、ニワトリさんは餌が当たってるからいいかもしんないけどね。けどカラスは誰からも餌もらってないで、ちゃんと自力で餌を取ろうとしてるんだから、まあ、まあ、1個や2個、まあ、5個は5個、6個取られても、まあ、しょうがないかって何個取られてるかわかんないよ。とりあえず、ボリスちゃんたち卵産んでないなって思ってたけど、ちょっと待って。あ、まさか？あ、ここの卵取られてるんだ。これ、さっきね、ここだから安全だとか思ってたけど、ここの卵、痛い。手がね、出ない。この卵取られてるんだね。ちょっと初めて分かった。なんだ。なんか、カラスに隠れて産んでると思ったんですけど、どうやらカラスもここに産んでることを分かっていたようで、賢いですね。もう、ダメだね、これはね。そして今ね、ポヨンって割れたんじゃない？割れてないか。ちょっとペーター、なんでカラスの見張りしてくれなかったの？さっき朝 YouTube で多分確かね、このヤギ小屋の中に卵4つぐらいあったはずなんですけど、なくなっております。取られてます。完全に取られてますね。あ、ニワトリたち。そんな泥水飲まないで。水出してあげるよ。あ、出ない。残念。まあ、ちょっと午後からの予定です。ここにネットを張ろうと思います。あ、そう、世界同時瞑想皆さんしましたか？11時45分から世界同時瞑想しましょうということで、私あげといたんですけど、自分はまあ、寝てしまい、今多分11時45分頃だなと思って、とりあえず、みんなの幸せを、お願って、なんか寝ながら、瞑想してたと思うんですけど。いやー怖い！ちょい待って、怖い。怖いなー。怖いやつですね。あ、ここの卵はね、大丈夫っぽい。よし、よかった。よかった。いやーけどちょっとさ、うち、ここまで来る間に、ニワトリに威嚇されて、いやー、おっかないね、あいつ。あ、あとね、またいい報告がありますよ。先ほどフランキを覗いてみると、アイガモが1羽誕生しておりました。やったー！命がね、どんどんね、生まれてきますよ、春は。で、まだ1羽ぐらいなんで、次の YouTube のを上げるときに、
アイガモちゃんがフランキーの中にごしゃごしゃいる姿というか、まあそれをね投稿していきたいなと思っております。あとまあひよこどこに置いとこうかなと思ったんだけど、これこの箱にやったらいいかな。猫これを玄関のとこに持って行って網かけてってやったらいいよね多分ね。この箱に尽くしようかな。うん、多分その方がいいよ。うんうん、まあとりあえず旦那に頼んでこれを飼育箱にしてもらおうか。それがいい、それがいい。うん、そうしよう、そうしよう。あと YouTube で発散してくださいっていう、喋るの発散してくださいって言ってたんで、めっちゃ発散します。喋らなかったらもう生きていけないんで。いや、まあ喋らなかったらお母さんはダメだろうと思い、うちの息子が、マイクラ実況を、まあさっきね、20分ぐらいマイクラ実況を喋ってみました、とりあえず。で、それにテロップをつけてくれています。で、まあ、ニワトリのこの動画には、テロップついてないのは、私が、編集するのが超めんどくさいから、やりません。いや、もし、まあ、音声なしで聞きたい方がいれば、字幕設定をして、お聞きください。てか、もう。ああ、カラス、もう飛んでってるな。あっちのね、方の白樺林のところでカーカー言ってますよ、ね。あそこにかく、あの白樺、隣のうちの白樺のところから飛んできて、うちが襲撃されていると。まあ、あと、カラス対策としては、私があのハウスに椅子を置いて、というか、外に私が出ていればいいんだなと。あと、ま、ロケット花火、対策としてはロケット花火でも撃とうか、って。そういうね、まあ、とか思ってます。そう、というか今年今日は寒いなぁ。うん。そうっすね。まあ、とりあえず自分具合悪いんですけど、ちゃんと次男と三男が、さっきもホットケーキ？米粉とうちの卵と豆乳の、あと、使われたのがなぜかうちで使わなかったグラニュー糖を使われたんですけど、グラニュー糖かよとか思って、いや久しぶりにグラニュー糖美味しいなと思って、まあ食べたんですけど、歯がダメになりそうですね。甘くて美味しいっていう話ですね。まあいつもま、黒糖マスコバド糖っていうのを使っているんですけど、まあ久しぶりにホワイトシュ、うん、何？ファインシュガーうまいです。ね、すっきりとした後口。さすが生成されてるものだな。麻薬だな、これ。と思って。気分、テンションが上がります。麻薬なんで、砂糖はね、依存性がめちゃくちゃ強いです。あ、待って待ってすごいね。あんた、やるね、あんた。やりますね。絶対今不意打ちだったでしょ。むしろ私何もしてないのにやるってさ、ダメでしょ。だからこいつらがいるおかげで畑が起こせないんですよね。もう。まあいいや。待ってよ。あ、そうだ。この紐で攻撃すればいいんだ。ちょっと。ちょっと見ててよ。バン！あ、ダメだった。あまり意味がない。まあいいや。とりあえず卵2個とか3個とか、カラスに奪われました。奪われたって、そこでもう、スタッフさん待ってますね。卵、産むかなみたいな感じで。で、あとね、なんかこのね、土壌が臭いんだよな。なんか草、土壌、うまいこと発酵しなかったな。ちょっといろんな、去年、うん、けどね、ここね、何も取ってないんだよね、去年ここ、トマトとかぐしゃーってあったんですけど、そのまんま、まあ、起こしもせずにそのまんま放置したので、まあ、起こしもせずに放置して、まあ、さっきというか、
今年入ってから起こしたんですけど、まあ、ニワトリとヤギのおかげで綺麗さっぱりうんこと、うんこの土になっていました。あとそこめんどくさいんだよな、ここはな。ちょっと妊婦をいいことに頼んで、みんなに頼み込んで、ここの中のもみ殻を、ここら辺に撒き散らしてもらい、この土を埋め直してもらおうかな、畑になるからね。んで、もうそこら辺に、あの看板のところに、野菜でもぶら下げとけって、この看板ね。ぶら下げとけばいいじゃんって。そしてカラスの番兵をあなたはしなさいって、おばさまに言われたので、通りすがりのおばさまに言われたので、まあ、しょうがない。私は、カラスの番兵をしようと思って、思ってまーす。卵食べられちゃうもんね。好き勝手させてるんですけど、卵まで食べられてたら意味ないじゃんという。いや、けど私はカラスに貢献をしているんだ。私はカラスに貢献を、自信を持ってカラスに貢献して、カラスのこう、増えるのあ、マーガリンありがとう。マーガリンちょっと来て。マーガリン、ちょっと、マーガリンがいてくれたらさ、うち蹴っ飛ばされないんだけど。ね、マーガリン。ね、マーガリン耳聞こえないの？ね、マーガリン。おい、マーガリン。あれ？とりあえずね、マーガリンと他のあのニワ、オスのニワトリが血統、最近ね、血統し気味です。うん。まあ、そんなんで、この子と結構喧嘩してんだよな、マーガリン。あ、ていうか、ヤギうんこしたらすぐニワトリがお尻のうんこを食べているっていう。ほとんどね、ヤギの、あ、また来た。また来たよ。来ますね。やっぱ自分外にずっといなきゃダメですね、これは。プレハブの中で結構草、なんかうまいこと片付けてプレハブで観察してるとかね。プレハブにベッドでも置いて、ベッドで寝てるとか。自分の部屋あそこなんで、うにょうにょうにょ。そこは見えるんですけど。とりあえず、対カラス迎撃システム。まあ自分なんですけど、ただ行くだけっていう。でも組もうかな。ニワトリ卵をカラスから守るための、まあ頑張ってみますか。まあいろいろ喋りましたが、また今回もお喋りお付き合いありがとうございます。カラスはどうにもなりませんね。どうにもならないっていうか、あんなとこまで入っていくと思わなかったな。ちょっと、うかつでした。うかつ。あ、ちょっと待って。それより、あんたに蹴っ飛ばされた方が痛いな。まあいいや。まあいいやじゃない。怖いって、本当に。あれ？まあいいや。空もちょっと、本当に怖いんだけど。2匹で来ようとしてるし、あいつ。あいつもやる気満々。ちょっとやめてよ。蹴っ飛ばさないで。なんでそんなにやる気なの？マーガリンちゃった。お！やる？やる？マーガリン追っ払って！マーガリン！あいつのこと。まあいいや。ちょっとね、玄関の戸オープンのままで。お前はやる気なくていいな。かわいいな。もうやる気満々のやつ。もう去年もあいつやる気満々だったんだよな。怖いやつだな。まあいいや。まあそんなこんなで。ちょっと合鴨の巣でも作りたいと思います。それではまたチャンネル登録といいねボタンも忘れずによろしくお願いします。バイバイ。